ズルフィカル級フリゲートはパキスタン海軍のフリゲート。同級の艦名がすべてイスラム圏において県に関係する名称であることからソード級とも呼ばれる。開発は中国が担当しており、中国側の故障は海 -22P 型である。本級は多くの面で中国海軍の第一世代汎用フリゲートであった霊語山 H3 型フリゲートの近代化改良型であり、 搭載する装備の多くが踏襲されている。ただし船体設計は大きく改良されており、700トン以上、大型化することで、原型艦で問題となっていた、公用性能を改善するとともに、ステルス性に配慮して設計し直している。本級のうち、最初の3隻は中国において建造された後に、パキスタンに開港されて収益することとなって一方、最終番艦については、 中国の技術支援のもとで、パキスタンにおいて建造され、2013年に収益した。また、2007年5月には、本級をさらに4隻調達する、可能性が言及されたが、追加分はより大型で強力な兵装を有する 054A 型フリゲートにより取って変わられる可能性もある。76mm 単装速射砲 FM-90N 本級が搭載する。 武器システムは、おおむねレゴ 3H3 型と同様であり、ZKJ-3C 戦術情報処理装置を中核にシステム艦として構築されている。ただし、手法はレゴ 4A 型フリゲート同様、ステルス性を考慮したシールドを採用した、中国製の H、PJ-2676mm 炭装速射砲に CIWS も より先進的な730バイト型30マシュダブリュースに換装されており、近接防空力が強化されている。対戦兵装も中国艦艇が標準的に搭載している87式対戦ドケットに加え、欧米艦艇に採用されている3連装 324mm 単魚雷発射艦が搭載されている。なお、発射されるのは 中国製の ET52C 単魚雷だが、これは西側で標準的なマーク46単魚雷と A244S 単魚雷をもとに開発された。ソナー及びレーダーはいずれも零五三 3H3 型と同じ機種であるが、このうち股間防空の中核的センサーとなる低空警戒、対水上捜索用の360型レーダー、また本級の有する唯一の対戦センサーである。 SJD-7 ソナーは、それぞれ、イタリア及び、フランスで、製造の機種の中国版である。また、本級とともに、関西機である、Z、Z-9C 紹介ヘリコプターも、輸出されているが、これは、中国製紹介ヘリコプターとしては、初の輸出事案となった。海 -22B 型2010年4月、バングラデシュ海軍は、本級をもとにした。 フリゲート2隻を中国に発注することを発表した。このフリーゲートは、海 -22B 型と呼ばれており、諸現状、ほぼ本級と同等である。予算は200万ドルである。中国漁政310中華人民、共和国農業部漁業局が運用する、漁業取締り船、巡視船。本級の設計を元にしているが、大幅に、軽武装化されている。 ABCDE 写真、福島義春、マインディフシンガポレ、ディテール拝見。シンガポール国際観艦式参加の珍しい船船、世界の観戦通貫868号解任者、P60 から61、ABCDRGLC85 トン J8H、回 -22P フリゲート。2009年9月5日閲覧。ベンデルミニック。 パキスタンゲッツニューチャイニーズフリーゲート。ディフェンジヌズ。2008年10月21日閲覧。ビルディングオブセカンドフリーゲート 4PN スター r イン、チャイナ。a a f p 2008年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年6月11日閲覧。サードイマナ界 -22P フリーゲートカミーシャンド。デイリータイムズ。2012年9月9日時点の オリジナルよりアーカイブ。2010年10月20日閲覧。スチール。カッティングセレモニー・オブ・ファースト回22・二十2ピーフリゲート・ヘルド。陸・オサム。中国のコーストガード組織は、どうなっているのか世界の感染第747号。解任者。2011年9月。90から95ページ。ネイド400億1893万938。ありがとうございます。